はい、じゃあ第4回戦やっていきましょう。でここで、今井くんが来てくれました。はい、はい、お疲れ様です。仕事、はい、はい、お願いします。はい、じゃあやっていきましょう。まあルールの方はね、今井くんも把握してますんで、まあこのままやっていきます。LINE の方にワードを送りますんで、皆さん確認お願いしますと。はい、配り終えました。じゃあ、共通点を発表します。共通点は、海の生き物です。じゃあ5分間議論お願いします。スタート。はい、というわけで、じゃあ今井に質問で、お、急にそれを食べたことはありますか。あ、なるほど。食べたことあります。はいはいはい、まあまあ初手、ね、それはいつ、最近で言うといつ。いや結構、あ、最近は、最近というかよく食べる、うん、いやそこまでよく、例えば一人暮らしでわざわざ食べたりしたことは多分ない。はいはい、まあ確かにね、まあ、どっちも確かにねってなるね。さあ特に情報はどちらも得られなかったけれども、まあ今井、仕事はよく食べるんですか。まあ俺は、なんで敬語、あんまり食べへんかな。何の情報も出てこへん、この小競り合い。まあまあまあ、もしかしたらでも2人は今のところこうどちらかが人狼とかっていうのは考えてないかなと。じゃあ中村さんに質問で、うん、はい、じゃあ食べるっていう話でしたが、スーパーで売ってるの見たことありますか。うん、どうも、いや、まあ、僕基本的に海鮮は嫌いなのでね。ああ、なるほど、それはちょっと、あんまり売り場を見ることがないんですけど、どうでしょう、売ってるのかな、売るんじゃないですかね。全然何の意味もない会話が繰り広げられてますけれども、はいはい、まあ特に何も起こらずと。まあね、多分みんな食べ物としては似てるんですよね。海の生き物って言っちゃいたいですけど、食べられるものと考えてると。ええ。さあ行き詰まるの早く、考え中なんですよ。うんうん、こう、なるほど、どうしようかを。まあね、これ質問する側もボロを出す可能性があるから、ね、自分が多分人狼ってまだ誰も気づいてないんで。ただまあ、あ、じゃあ中村にしたいんで、はいはいはい、それは折り紙で折りやすい形。ああ、まあ、僕はあんまり折りたくないですね。ああ、はいはい。あ、これはちょっといいかもね。作ろうと思えば作れる。まあ、あの作品としてはこういう題材もあるので、僕は見たことあるので。あるんや、あんまり見ないけどね。はい、了解。入ってるんじゃないですかね。どっちかっていうと折りづらいというか折りたくない作品やけどね、はいはい、村人側のワードは。何も言わなくなってしまった。今井さんに質問いいですか。はい。この生き物が、あの、生きてる時のどういう風に動きますか。はい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 。動きか、ちょっと待ってください。どういう風に動く。あ、動かないやつですか。生物の知識がないとわからない。なるほど。あまり、うんうん、まあ、生きてる状態で見ることないからな、ほとんど。逆にどういう風に動くんですか。動くよね。
あでもちょっと疑い始めた、ね、方向性は違うんやけどちょっと疑い始めてますね。まあ僕のこのワードはワードのやつは基本的にあんまりそもそも動かないようなものですね。ああ動きは違う。はいはい、若干僕も鎌をかけられてる感はあるんですけど、そこまで考えていく、うん、動き方聞かれるとちょっと困りますね。あ、なるほど。はい、いや動くんでしょうけど。ああ、そうやね、そうやね。これはでももしかしたら人狼かどうかは分からない。さあ、じゃあ岩井に質問で、その生物は結構種類が多い。種類が多い。なるほど。あ、多いんじゃないですか。ん？うん。うんうん、多いと言っていいと思いますよ。はいはいはい、5分経過いたしました。どうでしょう、まだ多分決まってないかな。これはもう皆さん投票する人物は決まりましたか。ちょっとまだ微妙ですかね。はいはい、じゃあ3分ほど追加いたしましょうかね。3分間議論時間を追加でお願いします。じゃあスタート。さあ、てか無言の時間が長すぎんねんな、そもそも半分ぐらい無言やからな。これ反対の言葉もどこまで似通ってるものなのかっていうのは、あこれ結構似てますね。ただなんか生物的な観点から見るとかなり違うから、というか形はね多分詳しく言うと結構違うんよな。橋本くんちょっといいっすか。お、はい、攻めるか。アニメのキャラクターでいますか。なんじゃそりゃ。マジで。あーな、あなるほどね。どうやろう。はいはいはい、はい、俺は知らんな。でもあこれはそんなあーなんかアニメのキャラクターって見た目それとも名前？名前。名前。それも某アニメじゃないですか。あ、まあ、某アニメですけど。某アニメで出てきてますか？出てきてないですね。ないです。まあね、海の生物多いからね、あのアニメは。海鮮系ですけど。そうですね。はい。なるほどね、これはいい質問やね。なるほどね。これはね、これでも自分の情報も出さないと疑われますからね。これなるほどねで終わらしてるけど、これ今井くんは自分がどうなのかっていうのをみんなに言っておかないと。なるほどね。その反応だけで終わらすのはちょっと怪しいとみんなが思ってるかどうかっていうところですけれども。そうか。うん、さあ残り1分となりました。喋らんな、喋らん時間が多いな。え、もう1分いらん。鈴木くんに質問いいですか。もしその生き物がまああの近くにいるとして、はい、触れますか。お私は無理です。あそれは好き嫌いっていう意味で、ね、嫌いもそうですけど触りにくい形、触りがたい形をしているかなと。なるほど。じゃあ今井さん、はい、3分経過いたしました。まあここで終わりとしましょう。じゃあ皆さん投票をお願いします。
もうこれもはっきり分かっちゃいましたね。あら、橋本名探偵は分かったと。今まで正答率そんな良くないけどね。そうですね、毎回分かった分かった風は出してるけどそんなに正答率は高くない、名探偵風みたいな。小五郎やね。小五郎眠ってない小五郎やね。もう無能じゃないですか。バッチリバッチリ起きてる時の心。あの個人 LINE の方にあの送ってください。小木曽さん宛に人の名前打てばいいんですよね。そう、はい。はい、じゃあ投票結果が出ましたので順番に言っていきましょう。まず今井くんと鈴木くんが橋本と、おで中村くんが鈴木くんと、はあ、はい、橋本が今井という結果になって、橋本が得票数1位なんですけれども、じゃあここで村人、橋本くんがね村人か人狼かどうか発表したいと思います。ちょっとね夜遅くなってきたんであんまり大声も出せないんですけれども、橋本くんは村人です。残念。なんでやった。あーそうっすよね、橋本くんは村人ですね。さあじゃあ、まあ、ここで勝負は決まってしまいましたんで、まあ、村人側敗北ということなんですけれども、まあ罰ゲームはね橋本くんに受けてもらいます。じゃあね、クソむずい。さあ題材むずすぎます。題材がね、まあまあまあ橋本ならいけるでしょ。じゃあちょっとみんな一斉にワード言ってみようか。一斉ので、ウニ、サザエ、ウニ。あ、一人なんかアニメのキャラいたな。なんか一人アニメのキャラ言ってる人。もうアニメキャラクターが。あれ誰ですか、サザエって言ったのは。今井です。ということで人狼は今井くんでした。はい、なんで僕こんなギリギリ攻めた質問したのに橋本しか疑わなかった。そうそう、それな。ほんま。その質問した時点でもう分かるでしょっていう。はい。じゃあどうしようかな。今井はどの時点で自分が違うなって思いました。いやもうそりゃアニメのキャラクターでいるかどうか。ああはいはい、あそこか。いやただでもそこでそこまでは分からんかった、ね、橋本がいないって言った瞬間、僕か橋本が、あはいはいはい、そうじゃないですか。うん、そうやね。でも意外と鈴木くんも中村くんもなんかそこにノリノリにくさびを打とうとせず、うん、何も言わんかったよね。はい、なんで何にせよサザエさんには出てきてる生物なんかなと思って。ああ、そう。はい。カツオとかね。残り2人は、はい、サザエさん組やと。はい、そこでこうどっちの味方するか決めかねてるんかなって思ったら。まあでもあの2種類やからね。サザエとウニしかないから。うん、サザエかサザエさんに出てこない生物。そう。だからどっちかっていうとそのって分からんけどね。まあまあまあ、橋本さんは見たら何だったんですか。ん、橋本さんが今井さんって言ってましたよね。ああはいはい、決め手はまあそれやね。決め手それサザエさんでしょ。そうでしょ、ね、だから橋本と今井だけは分かっててお互いが別のお題やっていうのはね。ああでまあ今井のうまかったところというかその分からせなかったポイントは自分のこと言わんかったよね最初に。俺のやつは出てくるとか出てこないとかって言わんかってうまくごまかせたんかなと思ったんやけどねそこは。まあまあまあ、ちなみにそうですね。鈴木くんはなんで橋本って。いやこれ本当に何も分からなかったんですよ。あそうなんや。サザエさん見てるというか見たことある。やりますけどそこまでその質問注目してなかったというか。おお。そっか。国民的アニメなのに。そこで今井はって聞けばちょっとあれやったかもしれない。誰かが聞ければ
ちょっと分かった。今井はどうなの？いやもう質問してる時点でもうまあまあそうやね。かなりもう題材が絞られてくるじゃないですか。キワキワ、うん、サザエさんのキャラクターなら。まあでも鎌かけてる可能性もまあ なきにしもあらずやったからね。ちょっとあれだけど。ちなみに中村はなんで鈴木くんと。はい。はい。いや全然わからなかった。お前いつもわからへんけど。でも。あのそのサザエさんの話が出てきたときに、うん、こうその、まあ、あれですよ、あの質問が、うん、こう嘘を言いつつ質問してるのか、あ、はいはいはい、こうお本当と言いつつ質問してるのかっていうのが、ジョー太郎戦法やと思った、どっちがどっちか分からなくなってはい、はい、あれあれみたいな感じでした。あでは一番情報が出てない鈴木行こうかみたいな話。あ、そんな感じです。あ、まあ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 。あの橋本さんはその最初に、うん、何ですか、作品折り紙として折りたいか折りたくないかみたいな。あ、はいはい。あの瞬間にもうそれしかないやろっていう感じに思ったんで。どういうこと？一緒やと思ったってこと？ウニぐらいしかそんなんなくないって思ったんで。あ、海の生物でってこと？はい。まあまあそうかもしれんな。はいはいはい。ちなみに最後のあの質問あったやん、触りたいか触りたくないかみたいな。あ、はい、あれはもう決めに行ったって感じ。いや、鈴木くんがあんま喋ってなかったんで。あ、そういうことか。嫉妬なんか聞いときたいなって思って、うん、それ鈴木くん触りたくないって言ってたのに人狼と思った。確かにな。あ、もう全然わからなかった。いや、おかしいやん、じゃあ一緒やん、触りたくないんじゃないの。絶対おかしいやん、それ。これもう中村次第でもう人狼と村人の勝ち決まっとった。気まぐれが一票入った。なんか知らんけ ど、ね、こういう感じね。分票が一個入ってるな。まあというわけで第4回戦は橋本の負けということで、橋本くんに後でウニを追ってもらおうかなと思うんですけれども。きつい。